CJS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日もニュースでわかる地政学をお送りしていきたいと思います。講師は茂木先生です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。茂木です。数回にわたって、こちらの茂木先生の新刊、星とは何かという本の中からいろんな、情報をいただいているわけですけれども、今日は前回ですね、地政学的に見て、シーパワーと言われるような国々に、保守主義がですね、非常に根付きやすいんだということで、私 もう全くそういう視点で見てなかったので、目から鱗の話だったんですけれども、そう考えた時に前回も話してきた日本とこうイギリスですね、はい、それぞれ続いてて、日本には皇室、向こうには王室ってあるわけですけれども、これは、同じ島国であって共に続いてるということは共通してるんですけれども、ちょっと違いがやっぱりあるなというふうに思いますので、ちょっとテーマからそれるかもしれませんけど、日本の皇室とイギリスの王室の違いについてというところをちょっと今日聞いていきたいなと思います。これすごい大事なところですね、はい。で最近どちらもちょっと揺らいでますよね。揺らいでますね、イギリスの方はメーガンというお妃様が、ね、嫁、はい、いできて、はい、でなんかイギリス王室は人種差別だとか言い出して、大騒ぎになっていて、で日本は小室圭さんという方がなんか話題になってますよ、大変ですけども、で、日本の皇室がどこからいらしたかは分かりません、一応高間ヶ原としておきます。で高間ヶ原がどこなのかは私は知りません、とにかく外から来たにせよ、少なくとも2000年以上はこの島を治めていらっしゃるので、もう完全にその一般の人民民から見ると外国人じゃないです、仲間じゃ失礼ですね、お父さんみたいなもんですね、家長ですね、に比べると、イギリスの王室といいますのは今から1000年前の1066年にフランスのノルマンディーから渡っていった貴族が暴力的にイギリス王になってしまったので、そこはちょっとね、日本に比べると半分の歴史がないんですよ、それでですね、やっぱりそのもともとそのイギリスで国を作っていたアングロサクソン人たちからすると、なんだあの王様はってなんですよ、外国人じゃないかとね、でね、中世のイギリスの王様っていうのはね、英語喋んなかったんですよ、フランス語喋ってました、聞いたことあります、なのでなんか外国人じゃないかということで、それでやっぱりね揉めるんですよね、かなり、揉めました、で勝手にそのもともとその王様はフランスの方が大事だから、しょっちゅうフランスに出兵してですね、でフランスの王様と戦ったりするんですね、でその、費用はお前らアングロサクソン出せとか言うんで、ふざけんじゃないってなって、それで揉めてですね、でそのアングロサクソンの貴族たちが王に対して要求書を突きつけます、でそもそもこのイングランドでは、特定の独裁者が国を治めるっていう決まりはなかったんだと、俺たち貴族が話し合いでうまくやってきたんだから、であんたらね、フランスから来た王様あんたらはちゃんとこのイングランドの伝統を守ってくれと、で具体的に言うと、新しい税金を作る時には、我々貴族の承認を得ることっていう文書を作って、でそれに、王の、サインを求めたんですよ、でこの文書を何て言うでしょう、マグナカルタ、マグナカルタ、あそうかそうか、これがマグナカルタなんですよ、マグナカルタっていうのは大憲章っていう、憲法ですよね、イギリスはよく憲法がないって言いますけども、実はたくさんのこういう取り決めの集大成がイギリスの憲法になっているので、ってことは言い換えると今でもマグナカルタは有効なんですよ。そうですよね、イギリス、それでね、でこのマグナカルタにをジョンという王様がサインしたのが、日本で言ったら鎌倉時代、それでね、このマグナカルタのね、ちょっとあと、10年ちょっと後で、日本でもですね、ある法典ができるんですよ、御成敗式目です、そうです、それで、で私はですね、そのマグナカルタと御成敗式目は何か関係があると思ったんですよ、でいろいろ考えてみるとですね、北条泰時が、マグナカルタ、御成敗式目を何で作ったんですかっていう説明をね、書いてるんですよね、確か弟さんかなんかに送ったお手紙で、それに書いてあることは、我が国には、
律令というものがずっとあったけれども、うん、律令というものはこれは中国の作った決まりであって、はいはい、うん、日本の社会には合わないと、うんうん、はい、とにかく我々武士の習慣とは全然違うので、はい、だから私はあえて、その武家のこれまでのしきたり、はい、慣習を文字にしたのが、うん、この式目だよと言ってるんですね、はい、うんうん、と考えてみると、はい、そのさっきのね、そのイギリスにおけるフランスから来た王様と元々の貴族の対立になぞらえると、はい、大陸直輸入の律令を、はい、を押し付けてくる、うん、その中央政府に対して、はい、武士団が、うん、いやこれは俺たちの法律じゃないからって言って、はい、伝統的な本当の土着のいろんな慣習法をまとめたのが御成敗式目ということで、はい、同じですか、うん、はい、共通でありますね、うんうんうん、はい、あのね、律令っていうのは中華帝国がモデルなんですよ。だから日本の天皇中心の国家体制とは本来違うんですよね、はい、で律令の前の日本の体制っていうのは、あの天皇っていうのは豪族の連合体の、まあ、代表であって専制君主じゃないんですよね、はい、うん、だから、あの古事記日本書紀ではシラスという言葉を使います、はい、で治めるじゃなくてシラス、天皇はスメラミコトはシラス存在であって、でシラスっていうのは知るという意味であって、はい、つまり、民のことをよく知るのが天皇のお務めなんですね、はい、うん、命令するんじゃないんですよ、はい、うん、ですから、それをね、まるで先制君主みたいにしちゃったのが律令ですから、はい、それを幕府、まあ、北条泰時が、うん、これを日本に合わないからといって武家の法律を作ったってことは、言い換えると元々の日本のあるべき姿に戻したとも言えるんですよ、はい、うんうん、だから武家政権っていうのがね、その後鎌倉室町江戸と続いて、でなんか天皇の権力を奪い取った、逆賊みたいに言う人がいますが、はい、そうじゃないんです、うん、もともと天皇は、はい、日本国に対する専制君主じゃなかったんですよ、はい、はい、うん、はい、ということで、はい、まあ、今日は日本の皇室と、まあ、イギリス皇室の違いということで聞いてきたんですけども、うん、まあ、これだいぶ話が長くなってきましたし、はい、またこれ今の話の続きのじゃあ明治はみたいな話も聞きたいの で、はい、そうですね、このテーマはちょっと次回にも、はいはい、引き続いて、はい、はい、次週ですね、またちょっとその続きを、はい、ちょっとイギリスの革命のことも喋りたいので、はい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 、聞いていきたいというふうに思います、はいはい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。Do it yourself ですよね、はい、自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだと、こうみんなと一緒にこうもう本当にフルオープンってどういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて、理想の政党をみんなと考える